こんにちは、秋田和恵です。始まりましたわわわルーム第6回目ということで、今日のゲストは元 SK48 の加藤智子ちゃんです。もこちゃんとはプライベートでもご飯に行ったり、あと LINE とかでも結構やり取りをしてて、すごく仲良しなので、いろんな話が聞けるんじゃないかなと思ってます。お、そろそろ来たみたいです。もこちゃん、今日来てくれてありがとう。こちらこそです、誘ってくれてありがとうございます。なんか今日来てくれるってなって、でもこちゃんとの出会いを考えてたのね。はい。で、直接出会ったのって覚えてる？いつか。あ、でも一番最初はやっぱり事務所が一緒だって、その事務所の主催の音楽の発表するみたいな、ステージかな、の時に多分共演したのが一番最初かなと思ってるんですけど、なんか、その前に多分女塾、っていうので、出口あきちゃんと一緒に、あ、その話です。あ、そうだね、そうだね。スピード歌ってたんだよね。そう、そのなんか音楽ステージみたいなところで初めてお会いして、でもその時あんまり喋れてなかったんですよね。喋ってなかったよね。なんかいつの間にか仲良くなって、なんか今に至るって感じなんですけど、なんだろう、なんか、もこちゃんがツイッターを始めて、で、ツイッターで、なんか私をフォローしてくれたの。はい、しました。ああと思って、あ、加藤智子ちゃんだと思って、で、フォロー返したら、もこちゃんから DM 送ってくれて。本当ですか？私グイグイいきますね。全然気づかなかった。なんか覚えてないんですけど。はい、本当に、はい、で、DM くれて、よかったら仲良くなりたいんで、今度お茶でもどうですかって来て、すごく嬉しくて。はい、で、LINE 教えてください、よかったら、みたいなの来て、あ、全然って言って、LINE 交換して、で、それで、お茶しに行ったのよ。あ、そうだ、思い出しました。なんか、それでなんで仲良くなりたかったかっていうと、なんか当時、また私のマネージャーさんが、多分、和恵ちゃんのマネージャーさんと一緒で、そう。で、その時に、私、マネージャーさんと喧嘩したんですよ。なんか、それで、その時に、お前は秋田に似てるって。え、あんまり良くないことじゃない？お前は秋田に似てるとか言って、すごい、なんかバシって言われたから、あ、じゃあ、和恵ちゃんと仲良くなったら、なんかすごい気が合うんだなって、その時に思った。で、私も言われた。え、ほんと？加藤智子ちゃん似てるからって。怒ってなかったけど、そんな感じで言われて、あ、似てる子なんだ、と思ってて。どこだろう、どのタイミングで思ったんだろう。でもね、なんかね、そう言われて思ったのが、多分仕事の感じが似てるんだと思う。仕事に対する感じとか、なんか私はストイック、結構、なんかちゃんとしてたいタイプだから、なんかマネージャーさんがその連絡取れないとかなると怒っちゃう。これ以上これじゃダメだね。いろいろ出てきちゃう。いや、ね、でもまあいいマネージャーさんでしたけど ね、そうだね、優しくて ね、人柄は良かったんですね。でもそれがきっかけで仲良くなって本当に良かったです、そうだね、そっからですよね。ね、そっから ね。で、今年の初めもね、2人でおっちゃんして、あ、行きましたね。私何の話したか、で、仕事のガチな話しか覚えてない。そうだよ、仕事のガチな話しかしてない。オンエアでできないレベルです。結構シビアな、ね、しかもおしゃれなカフェで、なんか食べ物にメモくれず、写真だけ撮ってね、2人は写真だけ撮って行きましたみたいな ね。すごいね、それで勇気もらって、私的には。あ、本当ですか。すごい、なんかもこちゃんの考え方ってすごい素敵だなと思って。そうなの、本当に参考にもなったし、いやでもなんかさ、もともとはさ、その SKE に入ったきっかけとかって何だったの？もともとは愛知県で、モデル活動をしてたんですよ、モデル事務所に入って、だけどやっぱりなんかその、ご当地っていうこともあって、全然仕事もなくて挫折感でいっぱいで、あ、ここは何か肩書きをつけて次のステップに行かなきゃいけないって私の中で自分の中で思って、で、いろいろ検索してたら SK48 を設立しました
みたいな、うん、記事とか見て、で2期生募集中です、うん、っていうのを発見して、あ、これだってピンときて、それでまあオーディション受けたら受かってトントン拍子だったんですけど、うん、じゃあ元々アイドルになりたかったわけではないじゃなくて、元々はモデル志望で、スチール写真とか写真が好きで、すごく撮ってもらって表現することがすごい好きで、うん、でもなんかまあその中で結構やっぱりモデルさんってすごい競争率も激しいし、うん、まあご当地だからっていうのもあるんですけど、やっぱり身長が高い子の方が有利で、うんうんうん、でその中でじゃあスチール写真で生きていけて、うんうん、それでなんかモデルさんじゃないってなったらなんだろうと思ってグラビアだって思ったんですよ。へー、そう、それで SK の時にじゃあ私グラビアで、うん、を出たいですっていう話をして、うん、それで SKE 内でミスフラッシュっていうグラビア の、うんうん、ミスコンを受けて、うん、それで皆さんに協力していただいて、うん、冠を取ることができたんです。すごいよ。あれ大変だよね、グランプリ取るの。そうですね、まあ半年くらい、うんうん、ずっとバトルだったので。どんなバトルするの？投票バトルみたいな感じで、ファン投票、うん、そうですね、うん、でどんどんこう加算されていくっていうか、票が加算されていくのが、うん、毎日目に見えて分かったりとか。じゃあなんか病みそうだね、ちょっと、はい、精神的に。そうですね、だけどなんかその時にちょうど SKE の仕事も、うん、両立してやってて、うん、でファンの方と会える機会がすごく多かったので、うん、そういうところではすごく支えてもらったし、パワーをもらって、うん、で私的には大丈夫だったんですけど、ただファンの方がすごい大変で、うん、なんかミスフラッシュの撮影会、あ、土曜日に撮影会があります、日曜日に撮影会があります、定期公演があります、その次の週にコンサートがありますみたいな、なんかもう1ヶ月が加藤智子祭りみたいな。でも嬉しいんじゃないの、逆に。本当ですか。まあお金かかっちゃうけどね。そうだから、すごい懐がどんどん寂しくなってくよっていう話を聞きます。そう、それを半年間やってもらって、本当に支えてもらったなって思って。でもじゃあファンの人の絆がね、うん、そう形になったって感じだよね。そうですね、なんかそれがきっかけで和江ちゃんと一緒の事務所に入ることもできたりとか、うん、次にもつながってるから本当にありがたいなと思ってて、うんうん、そうなんだ、はい、でもなんかもこちゃんのファンの人って本当なんかそういう結束力じゃないけど、うん、なんか何ですかね、熱い人が多いなっていうイメージだった。あ、そうかもしれないですね、うん、なんか交流会みたいなのをやってくださってて、うんうんうん、でみんなでなんか楽しんでるみたいです。へー、でなんか私のお誕生日会をなんか私は不参加なのに、うん、なんか、うんうん、みんなでもこちゃんお誕生日おめでとうっていう大きなケーキを、うん、持ってきてでパーティーしてるみたいなんですよ。いや呼んでほしいよね。それをツイッターに載せて、なんか今日祝ったよみたいな、いや私普通に仕事してるんだけどなみたいな、結構寂しく一人で、あ、そうだな、ショートケーキ食べてるんだけどな家でみたいな。、うん、うわー寂しい、すごい楽しんでて、うん、あ、そうなんだ。、うん、なんか素敵だなと。嬉しい、なんか私がのなんかその祝い事が自分たちの喜びだみたいなことを言ってくれるから。素敵。そう、そんな、ね、方々に出会えるなんて絶対人生でないから、うん、恵まれてるなって思って、うん、あ、なんか48で良かったなって。でも、うん、和江ちゃんの、ね、ファンの方もすごい優しいなって思う。すごい優しい、もういい人ばっかり本当に、うん、それこそなんか、うん、何かあったらみんなで協力して頑張ってくれたりとか、うん、だって、うん、あれでしょう、なんか AKB さんの、うん、リクエストアワーに入ったりしてるんですよね。そう、 AKB さんのリクエストアワーセットリストベスト1035曲の中から50位になったことがあって、うんうん、すごい、50位1000分の50ってこと、ざっくり言ったら、すごくないですか。すごい頑張ってくれたみたいで、うん、鳥肌立った、ね、いやなんか寒いからかな。感動したからです。はい、うん、でそれをなんか言ってくれてたの、うん、その本当に今投票してるからねって、うん、いやでも無理だと思うって思ってたの、うん、でそれがなんか形になった時に、でしかもあんなに東京ドームシティの3000人ぐらいの中で歌える、うん、ソロで歌えるっていうのがもう、いやもうすごいですね、一生の経験になったから、うん、
当に感謝しかなくて、確かになかなかそういう機会って難しいですもん ね、すごい羨ましいです。素敵、たまたまなんかソロ曲が、その投票に入ったかな、投票の、いやたまたまじゃないですって最初からこう入れてくださって、なんかそういう、なんか私たちの夢をなんか叶えるためのお手伝いを日々考えてくださってすごい嬉しいですよね、本当にありがたい。なんか全然話それるんですけど、私和江ちゃんにどう接していいかすごい今なんか探り探りしてるんですよ。なんでなんか48グループ的には、私は2期生で、その2期生がまず存在してから SDN が誕生したので、ね、多分私の方が多分先輩に当たると思うんですけど、なんか人生においても先輩だし、やめて年取ってる人に言うのやめて、ちょっといやでもそんなに変わらない、そんなに変わらないんですけど、なんか人生においても先輩だし、あと事務所でも先輩だったから、敬語を使った方がいいのかで、なんかなんて言ってもなんか私たち48グループだったから、そういう縦社会って結構あの仲いいけど縦は崩せないっていう、なぜかそういうルールが、確かに48グループの時代に合ってたら私敬語だったと思う。でも私も多分敬語だったと思います。ね、お互いもしかしたら敬語だったかもしれないね、私すごいもう最初から多分タメ口で喋ってるけど、全然タメ口で喋っていいよ。いや全然 で崩そうってすごい頑張って、LINE とかをたまになんかそうだよとか送ってる、トライしてるけど、でもこれ失礼じゃないかってすごい思って、真面目でいいのに、なんかその本当に一言なのに5分くらい考えてるんですよ。遅くないですか、なんか私返すのどうしようみたいな、すごい考えてて、なんで全然、いやなんでですかね、全然タメ口で言う今から、あじゃあよーいスタート可愛い、はい、そうなんだよぎこちない、すごい。その SKE 時代でなんか大変だったこととかある？大変だったこと？なんか私はその SDN にいた時の SKE さんのイメージってすごいなんか熱血な感じで、ダンスも激しいし、そうなんか頭ぶんぶんこう振り回す感じのダンスとか、そうなんかやっぱりあの SKE って、なんかダンスパフォーマンスが、あのすごいっていう評価をいただいたりとか、あとはなんかアクロバティックなダンスに挑戦してるってよく言われることが多くて、だからそれにみんな誇りを持ってる、自分も誇りを持ったんだけど持ってるから、やっぱりダンスに関しては熱くて、でコンサートのリハーサルの時は手がグーかパーかとか振りの、そういうので結構喧嘩になる。なんでなんかやっぱりグー、これはグーで振り付けてもらったからみたいな、でもこれパーの方が綺麗に見えるんじゃないかとか、だからプロ意識が高い子が多くて、そういうところすごい熱血で、じゃあついてこうって思ったりとか、逆にあの年上の子が結構発言することも多かったから、であの若い子とかってそのなんか熱量でちょっとあのこうメンタルがこう受け沈みしちゃう時も場合によってはあって、でその時にじゃあ私は言わないタイプだったから、あの逆になんかそういう子たちの支えに回ろうと思って、偉いでなんか高田純次さんの真似をしてました。何それ何、やって、いやこういう時もあるし、なんとかなるから大丈夫だよ可愛い、それ分かるの後輩、高田純次入ったみたいな。いや全然分かんない、なんか今日初公開した、高田純次さん風に装ってるっていうのを今日初公開した可愛い、なんかやっぱ高田純次さんってなんかその適当が一番いいよみたいなことを自分で言ってるから、それをテレビで見て、私高田純次さんに本当にリスペクトしたって思って、そっからね、ちょっと思って何それ、ちょっともっとあったでしょ、リスペクトする人。そうなんだけど素敵だけどね、すごい それで
なんかそういうことをずっとしてたら、いつの間にかなんか私の周りに後輩が集まってきてくれて、なんかモコ族っていうよくわかんないグループから来たの？なんか、はい、なんかいじられるようになって、ね、あとそういじりも怒んないからなと思うけど、うんうんうん、あ別に楽しいんですけど、あ、うん、そうなんや。あ、今もモコ族あるの？うん、はい、よく会って、うん、あのなんかまあ現役でまだ SKE にいるメンバーもいるんですけど、うん、なんかそういう時そういうことかと、あとはまあ卒業しちゃった子も、まあ、まぜこぜでモコ族会ってご飯会をしたりとか、え、呼んで呼んで、本当ですか？え、いい、モコ族なるよその時。なったらでも大変、うん、だから大変、公言しちゃったら大変。そうなの？いろいろ大変。ずっとそのだからモコ族っていうレッテルがある、うん、なんかいい悪いものじゃない。何それ。そう、そうなんだ。そういうのがあって、うん、え、何をするの？モコ族会でご飯食べるだけ？そう、なんか基本的に愚痴ってるだけ。いいストレス発散の場だね。そう、あと多分和江ちゃんとご飯行った時みたいに、うん、なんかもう、まあ、ガチな、うん、なんか感じで仕事のこれからどうするの、うん、みたいな話しない。ガチなトーンでね。そうなんだ、うん、楽しそう普通に。あ、でもあ、こういう考え方があるんだとかすごい思うから、うん、なんか、うん、あ、引き出しが広がったみたいな。じゃあ次の、なんか私の中で人生はカードゲームだと思ってるから。え、何、どういうこと？え、だってなんか芸能って思わない？まあ、運、運とね。そう、と、あとなんか次の切り札、これだ、あれだって決めていかないと、それで半年後の自分が決まると思ってて、うんうん、そうだね、わかるわかる。本当いつもそれ言うと、なんか他の人に、うん、え、そんなことないよって言われる。え、本当に、え、すごいわかる。わかる。だって、もしこの仕事受けますかって言って、うんうんうん、ノーを出してこの仕事をしなかった場合と、うん、イエスでこの仕事をして、この仕事が次の仕事につながることがあるじゃん。しかもその仕事がすごい注目されたら、ボーンってね、人気になったりとかね、すごいするし ね。だからこのワワワルームも、ぜひそういう番組にしたいなと、うん、思ってる次第でございます。なるなるなる、頑張ります。うん、カードゲームって例えじゃないんだけど、うん、右か左どっちかに行くかによっても常に変わってると思うの。自分が例えば歩いてて道でもそうだし、こっちから歩いていこうと思って、うん、右を選択した自分が いたら右の道になるし、左を選択したらまた違うことが、出来事が起こって、あ、誰かに会えたりとか、あ、っていうので人生どんどん変わっていくんだろうなって思ってるから。あ、じゃあお散歩をよくするの？いや、それ、まあ、道は例えなんだけどね。あ、そういうこと、うんうん、私お散歩しないから常になんか GPS との戦いだからよく分からないけど、今日も間違えたもんね。間違えた。あの、もう合ってると思ってその道しか選ばなかったのに反対でしたみたいな。なんでよ。選択してないのに。え、ちょっとドジっ子ちゃんなの？いや、あの、なんか GPS 苦手で、うん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 、それだけ。あ、そうなんだ。それだけとか言ってわかんない。信じたいんですけど、いろいろドジっ子じゃないことを。え、モコ族、モコ族の人からさ、うん、ドジっ子とか言われないの？いや、でもなんかモコ族って私の中でよくわかんないんだけど、うん、なんか私をいじれ倒す回って、何それ、なんかよく書いてあるの。なんかあの雑誌とかに取り上げてもらったりとか、いろいろ結構大きくなって、あのいろんな活動してるんだけど、なんかそれにあの書いてあって、なんかそのテーマが、うん、なんか加藤智子いじり倒す会みたいな、知らなかった。何それ。大丈夫、いじめられてない？本当よかった。全然大丈夫、本当。だけど私いつの間にか、なんで私がなんか代表してモコ族ってモコって名前がついてるかもよくわからないし、なんで私が主催になってるかもわからないままなんか持ち上げられて、言ってみればお飾りパンダのようなもんね。いや、でもみんな楽しんでるからいいんじゃない、ハッピーだから、うん、そう、だからなんか私の後ろにいるモコ族の幹部が結構回ってたりするから。あ、そうなんだ、幹部がいるの？え、幹部は誰なの？なんか最高幹部に後藤梨紗子ちゃんっていう子がいて、うんうんうん、で、なんか、まあ、フロントメンバーっていうので。なんか水野ほのかちゃん、アビル里穂ちゃん、うん、と山田玲香ちゃん、うん、とかがいて、で、
あとはなんかいろいろこう役職でバーって13人とか、うん、へえ、それ誰が決めるの？もこちゃんが決めてんじゃないの？あ、でも役職は決めてなくて勝手に名乗って。あ、そうなんだ。勝手に名乗って勝手にあの SNS とかで発信してるから。うん、うん、あ、そうなんだ。受けるわ。あ、そうだったんだみたいな、こっちが気づくみたいな。うん、へえ、面白いね。なんか部活動みたいな。そうそうそう、よくわからないんだけど。へえ、もこちゃん的にはさ、うん、なんかこれからなんかどんな仕事がしたいとか目標とかってあったりする？そうですね、ミュージカルとか出てみたい。うんうんうん、え、歌とかはもともと好きだったの？うん、あの結構あの歌とかは好きで、歌手になりたいってすごい本当にちっちゃい幼い頃に思ったりとかにしたから。そうなんだ。うん、なんか歌うことに苦だとは思ってなくて、うんうん、でたまにライブとかのゲストで呼んでもらったりとかしてるから、なんか活かせたらいいなと思って。本当は、うん、あの一番やりたいのは女優業だけど、でもそういうなんか自分が好きなことがミックスされたものってすごい試してみたいって思うから、うん、でもミュージカルとか出てるよね。どう？ミュージカルすごい楽しい。私もともとやっぱ歌も好きだし、芝居も好きだから。似てるね、そこも。ね、あ、似てる似てる。すごい楽しい。あ、そうなんだ。私舞台みたいにこう、もう一つの作品をみんなで作り上げるっていうのがすごい好きで、そこでみんなと仲良くもなれるし、お芝居のことももういろんなこう価値観で学べたりするから、でやっぱり自分よりも先輩のミュージカル俳優さんだったり、劇団四季出身の方だったりっていうのをやっぱ普通に生活してるとさ、出会わないじゃん。そうだね。それがやっぱ一つの作品で出会ったりとかして、またそれが自分の財産にもなるし、っていうのでやっぱ舞台っていいなと思うし、確かに、なんか一回一回のステージごとに、なんか人間も成長できるよ。あ、わかるわかるわかる。なんかスキルもそれは成長するし、なんかあ、こういう価値観とかあるんだとか、なんかこういうメンタルの時にこう過ごそうとか、逆に強くなったりとか、ハートが。あ、そうだね。いろんな、こういうメンタルの人にこう接してる人がいるんだとか。あ、なんか自分真似しようみたいな。すごいわかる。私はソロでそのライブやったりとか CD 出したりとかさせてもらってるけど、やっぱりソロだともう自分との戦いだったりとか、確かにそう。なんかそう、自分がこう発信していかなきゃいけなかったり、パフォーマンス磨いたりとか、ね、パフォーマンス磨くもそうだし、でもそうやってなんか周りで支えてくれる、ね、舞台だったら同じ役者として同じこう目線でっていうのはすごくありがたいなと思うし、確かになんか一人なんだろう、一人だけ目立ってもいけないし、なんかそのね、お話をみんなで作り上げていくっていうのがまた違うよね。そうだね。わかる。確かに。で、舞台でもその毎日やっぱ違うし、生放送だから、そのお客さんも違えば、ね、やってる方のテンションだったりも違うし、そうだよね。なんか その生ものもやっぱり楽しいなって思うし、それってその SDN だった時の公演でもそうだったし、確かに似てるよ ね。すごい思った、初演の舞台を経験した時にすごいそう思って、あ、熱量似てるなって。そうだね。だからやりやすいのかな。あ、グループ多いよね、グループの子で、ね、舞台出てる子とか。そうだね。え、公演とかはさ、何回ぐらいやってたの、もこちゃんは。あ、どうなんだろう、5年半いたからな。え、すごい長いね。そうだね。そうなんだ。そうだね。でも100は絶対やってると思う。いや、絶対やってる。だって私2年半とかで、多分300回、いや、230、あれどうだったかな、200から300はやってて。じゃあそれの2倍かな、ね、単純計算だと思う。500ぐらいかな。すごい。あ、そうだね。そこでさ、場数踏んでることが今につながってたりするね。その度胸であったりとか。確かにそうかも。MC とかね。あ、そうだね。MC もそうだし。そうだね。なんかそのじゃあ初演からじゃあ緊張するかって言ったら、緊張してたけど、でも多分他のその初演経験しますっていう子よりは強かったかなって思う。絶対そう、メンタルは。私もそうだった。あ、本当？むしろね、なんか
緊張全然あんまりしなくて、普段。ああ、いいね。うん。羨ましい。いやいや、逆にね、ちょっと緊張しないとと思ったんだけど、ね。嘘でしょ。本当全然、ね、緊張しないから。緊張の連続だから。うん。なんなら今も緊張してる。え、本当に？え、全然なんかそう見えない。うん。いやいや、うん、そうなんだ。え、なんかさ、もこちゃん的に何の仕事をしてる時が今一番楽しい？そうですね、やっぱ女優業をしてる時がすごい楽しいなって思って、うんうん、なんかそのじゃあ卒業してグラビアをすごい頑張りますっていう感じで卒業したんだけど、その時にあのグラビアでもやっぱりなんかそのグラビアを突き詰めてる子っていて、最初から私はグラビアでやりますとか、なんかそういう突き詰めてる子にはちょっと勝てないなって正直思ったりとか、あとはなんか生まれ持っての素質、なんていうの、グラビアであるの、やっぱそういうやっぱり H カップとかそういう持ってる子は強いよ。いるいる、 H カップには勝てないよ。勝てないですよね。でもそこがさ、好きじゃない人とかもいるじゃない、わかんないけど。いやでもあと損はないからさ。まあそうだね、うん、なんかやっぱそういうなんか生まれ持っての天性はちょっとないなと思って、うん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 、で私すごいその時になんか挫折をまた味わったの。なんで？なんか私はじゃあグラビアをやりたくて来てるわけで、でもここで勝てない、じゃあ私はじゃあ天性を持っているものは何だと思って、その時に私あの結構その舞台に出るのも、うん、なんか一人の演出家さんにあの、うん、呼んでもらってあの10本くらい出てるんだけど、うん、でその人がなんか初演の時から引っ張ってくれてて、うん、でその初演の時になんで引っ張ってくれたかっていうと、うん、打ち上げの時になんか私の声が変わってる、うんうん、なんか舞台で聞く声がすごい変わってて、うん、自分の書くなんかお芝居とか演出する、演出するお芝居とかのヒロインとかすごく似合うって言ってもらって、でなんかそういうのを生かしてなんかこう次のステージに進んだらっていうような感じで言ってもらって、それで今に至ってるんだけど。そうなんだ、うん、でじゃあ私がふって考えた時に、なんか、H カップもないし、何が自分の中で生まれ持っての天性かって思ったら、じゃあこの声だって思って、あ、じゃあ舞台で生きていく、女優業として個性的な女優になりたいってすごい、その時にパチッと変えたの。え、すごい。じゃあその演出家さんの言葉が変えてくれたのね。そう。なんかその時にでも本当に伸び悩んでるの確かで、で、じゃあミスフラッシュになりました。それでこう、まあ年間でこう何回かその撮り下ろしのなんか写真とか載せていただいたりとか、 DVD も発売して、それでなんかこうまあいろいろやってるんだけど、やっぱりじゃあ何か引き上がるものって何って思って、なんかまあ冠もあるのは大事なんだけどとか、元 SKE しか私にはやっぱり存在しなくて、じゃあ何が私の良さなんだろうってすごい思って、で伸び悩んでた時だったしって、すごいね、なんか恩人みたいな感じだね。そうそうそう、だから ね、 あのね、しかも今楽しいってすごい思えるから、よかったんだなってこの道に進んで、そうだからカードゲームなの。へー、かった。すごい。そう思ったの。へー、うん、え、でもかなえちゃんはずっと歌志望なのかな、うんうんうん、そう、昔の、ね、SDN の前に歌をずっとやってて、でそれはレコード会社さんでずっとやらせてもらってたんだけど、ソロでデビューするのが厳しいってなって、そう？そう、狭き門だったの、すごい。あ、まあそうだよね、芸能はね、そうだよね、全部そうだよね。で、なんか、それこそ私もその有名なプロデューサーさんにプロデュースされて、ユニットとしてデビューしたいって思った時に SDN に出会って、でもそうだったんだ。その時でも自分はソロで CD を出したいとか、ソロで歌手としてアーティスト活動したいっていうのが強くて、だから SDN でそのデビューとか選択に入っ
ったのもちろん嬉しかったけど、うんうん、でもそれがやっぱりなんか通過点でしかなくって、うんうん、あでもいいと思う。だって48グループの元々のなんかテーマっていうのはなんかその夢のショーケース、うん、自分たちはあのじゃあ女優になりたい、うん、歌手になりたい、モデルになりたいっていうのがあって、うん、それを叶えるための通過点っていうので元々決められてるから全然いいと思う、うん、そうだったんだ。合ってる、うん、合ってる、うん、それ知らなかったの。あ本当そうだからやってるうちにあなんとなくそんな感じはするなと思ったけど、うん、だから個性的なんだよ。あしかも合ってるんだよ。へ、うん、あじゃあ、うん、そのレールで良かったんだね、うん、全然すごい合ってるんだと思う、適任だったんだと思う。あよかった、うん、で今につながってるんだ。そうだね、うん、今につながってそれで、ねうんうんうん、自分が目標としてた CD も出せてるし、うん、ライブ活動とかもできてるし、うんうんなんかすごい今は楽しくやっててうん、うんうん、羨ましい。なんか、うん、すごい素敵だから。いやいやもこちゃん素敵だよ。いやいやまだまだこれからだから頑張んなきゃね。お互い頑張ろう、うん、頑張りましょう、うんうん。とりあえずピンク。ピンク？うん、全部ピンクの部屋に住んでみたい。え？何それ？ペーパー子さんみたいな。なんで？え、ピンク好きだから、なんか見てて癒されるし。可愛くない？え、今のさ、部屋の感じとかどんな感じなの？ピンク。え？じゃあレオパレスさんにさ、もし会ったらいいと思うのもピンク？うん、全部ピンクで、あ、なんかもう一個わがまま言えるんだったら、うん、なんか、こう窓とかドアとか全部ハート型にしてほしい、うんうん、何それディズニーっぽいね。でも可愛くない？私は逆に、うん、もうシンプルイズザベストで、うん、もう真っ白とか、真っ白白になんかちょっとウッド基調とか、うん、あウッド黒とか、あで物も、うん、もうハートとか一切置かない。もうカーテンとかも無地、うん、無地の。え意外なんだけど。あほんまに、うん、すっごいピンク好きそうなイメージだけど。ピンクはね好きなんだけど、うん、好きだしライブとかでサイリウムとかピンク振ってくれたりとかするんだけど、うんうんうん、でも家はねちょっと落ち着きたい。あーそうなんだ、へー、うん、意外。え多分え、うん、ファンの人多分聞いてるじゃん、うん、今、うん、すごい意外って思ったんだ。えそうかな、うん、えなんかどんな家に住んでそう。だから真っピンクでくり抜いてあるハート型がいっぱいある部屋。やばいやばいやばい本当に、うん、そうなんだ、うん、そのイメージだったんだ、うん。あじゃああと、うん、カラオケ、カラオケができる。ああいいよね、うん、なんかレオパレスさんってさ、うん、その期間限定で住めるから、うん、その2週間だったり、うん、1ヶ月だったりとかさ、うんうんうん、だからなんかその期間さもし舞台稽古とかあったら舞台のセリフを覚えるために防音設備整ってたりとかさ。あめっちゃいい ね、めっちゃいいね、うん、確かにそういう使い方があるんだね、うん、初めて気づいた。カラオケとかもね、うん、ミュージカルだったら歌の練習したりとか。確かになんか私やっぱりその稽古とかって夜遅くなったりすることが多いんですけど、うんうん、あのまあ、22時とかアウト で、うん、で家に着くとだいたい12時とか、うんうんうん、うん、3時とかそういう感じなんだけど、うんうん、なんかそっからじゃあ振りの練習しよう、うん、稽古の練習をしようとか、うん、おさらいしようとかなるとすごい騒音だと思うんだけど、うんうん、次の日にやれてないとやっぱり家で覚えてくるものだって言われるから、うん、だからやらざるを得なくて、だから大丈夫かなって思いながらいつもどん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 やってるの。やばいじゃ ん、そうだからいつか追い出されるんじゃないかなって思うんだけど。えでもそういう人にぴったりだよね、うん、絶対いいかも。期間限定だし、舞台とかも、うんうんね、これ聞いてたらね絶対みんな、ねうん、レオパレスさんに多分契約する方が多分いると思う、うん、ね、増えるじゃない、増えるじゃない、うん、増えるね、ね、すごい、いいね、いいね、いい話聞いた、参考にします、うん、参考にしてください、うんうん、
まこちゃん今日はありがとう。うん、こちらこそ。なんか告知とかある？うん、じゃあここで告知をさせていただきます。私、8月5日から、アールズコートさんで行われる舞台猫神技飼い猫はドイツだにゃに出演することが決定してます。はい、まあ、出演日がこうバラバラなので詳しくは加藤智子のツイッターにて情報公開しているので、ぜひそちらの方よろしくお願いします。楽しそうだね。そう、人狼ゲーム、なんか猫の人狼ゲームみたいな、人狼ゲームだけど、こう人狼って狼じゃないですか、うん、なんかそれが猫版になっているっていう。なんか猫の格好して撮ってたよね。あ、そう、パンフレット撮影の時に猫の格好してるんですけど、はい、それをやる時も猫の格好してあるの？そう、もともと信長の野望っていう、うん、ゲームのキャラクターがあって、うんうんうん、それの番外編としてアドリブの、うん、人狼ゲームの舞台をやろうっていう、へー、はい、企画になってます。すごいね。はい、なのでそのキャラになって、私はミャーゴ姫という役をやらせていただくんですけど、そのキャラクターになりきって頑張りますので、ぜひそちらの方よろしくお願いします。和江さん、告知ある？私は8月の26日から28日まで大阪の梅田芸術劇場シアタードラマシティにてミュージカルのズボン船長という作品にローズマリー役として出させていただきます。もうぜひ素敵な作品なので見に来てほしいです。そしてあと9月に闇金牛島くんパート3という映画に出演しますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。はい、すごい、映画にミュージカルに、すごいね、盛りだくさんで、これからも頑張っていこうと思って、素敵です。ありがとう、本当に楽しかった、ありがとう、ということで今日のゲストは加藤智子ちゃんでした。ありがとうございました。はい、ということで今日のゲストは加藤智子ちゃんでした。もこちゃんのその SKE 時代の話や、もこ族の話とか、あとカードの例えなんかはすごく私も分かるところがあって、なんか楽しかったなって思います。で、次回のゲストはですね、元 SDN48 のナチュです。そちらもお楽しみにということで、今日はありがとうございました。風の中